こんにちは。平成25年度の高卒認定試験物理1第1回のイントロダクションをしたいと思います。はい、大問ごとに先生が異なっていまして、大問1は清里先生、こちらの清里先生で、第2問は、サイピー先生という方がで、第3問はあの私、野瀬さん先生がやります。で、第4問がキッコーマン先生がやらせていただきます。で、今からあのこの各大問の、ざっくりとした問題の説明をちょっとイントロダクションとしてしたいと思うので、お願いします。はい、平成25年の第1回は、第1問は、まあ、電磁気の問題で、まあ、第1問が知識問題で、第2問が抵抗と電流に関する関わる問題で、第3問がモーターなんですけど、モーターはちょっと出るか出ないか微妙で、出ても確かに文句は言えない状態では解けるはずなんで、皆さんが今なので、一応モーターちゃんと勉強しましょう。で、あと電磁誘導の問題です。で、第2問は波の問題、まあ、平面波から波の速さを求める問題とかになって、波の様子を見る問題で、ドップラー効果出てるんですけど、ドップラー効果は、ほぼ確実に出ないと思われます。ただ物理基礎の教科書でも発展として入ってたりするので、まあ一応ね、押さえておきたいねっていうところです。で、あと最後に機械の知識があって、第3問以降は、はい、第3問はまず VT グラフを選ぶ問題と、物体に働く力を選ぶ問題、あと運動方程式をあの書けるかなっていう問題です。で、第4問の方は、仕事と運動方程式についてと、気体の問題が出ているんですが、まあ、気体の問題も出ないんじゃないかと考えられています。はい、では、一応第1回のイントロダクションは以上の方で、はい、じゃあ次からよろしくお願いします。